アジンです。今回はこちらバナナスクイーズのガチャガチャを開封していきます。何かお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、開封していきたいと思います。バナナスクイーズキーチェーンラインナップなんですが、イエローバナナ、シュガースポット、グリーンバナナ、ゴールデンバナナ、ブラウンバナナの全部で5種類になっています。私はノーマルなこちらのイエローバナナを狙っていたんですが、1つ目がグリーンバナナ、グリーンバナナが当たりました。グリーンも可愛いから良かったんですが、高反発なスクイーズですね。形も色味もすごく可愛いです。触り心地は、高反発かな、低反発ではないですね。2回目こそは黄色系のバナナが欲しいなと思って2回目挑戦してきました。運命の2回目です。かぶってしまいました。このイエローバナナか、まだシュガースポット欲しかったんですけど、連続でこの緑来ちゃって、もうねやめとこうと思ってやめました。グリーンバナナ2本目、可愛いから2本あっても全然いいんですけど、できたら黄色と緑が欲しかったなって思ってます。ということで、このバナナスクイーズは2回とも緑が出てしまいました。この緑つながりでもう一つ、まだご紹介してなかったガチャガチャがあるんです。こちらね、こちらです。ふわふわドーナツマスコット、こちらは年末に1回だけ挑戦してきたんですが、何が当たったかというと、名前が書かれてないんですけど、多分チョコミントのドーナツかなと。可愛いですね、すごく。ポンデリング型のチョコミント味かな。こちらも、かなり高反発になってます。カバンとかにつけるとね、すごく可愛いんじゃないかなって思いました。こちらもやっと紹介ができた。たった1個しかなかったんで、どうやって紹介しようかなって思ってたんですが、やっと今回ね、こちらも開封して触ることができてよかった。でもやっぱりもうちょっとしっとりした低反発のスクイーズの方が好みかな。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。